はいえー、それでは問題見ていきましょうボイラーの炊き始めにボイラーの燃焼量を急激に増してはならない理由として適切なものは次のうちどれかボイラー本体の不動膨張を起こさないようにする高温腐食を起こさないようにするスートファイヤーを起こさないようにするホーミングを起こさないようにする。 ウォーターハンマーを起こさないようにする。はい。えー、適切なものですよ。結構選択肢としてこう誤りを探せみたいなねものが多いですから、こうねここをうっかり間違えるとあこれが誤っているとかね探しちゃうことになりますけど、えー。違います。適切なものです。適切なものね注意してくださいね。はい。それではしっかり考えてみてください。 はいかかがでででししたょうか答えはです、ね、こちらですねボイラー本体の不動膨張を起こさないようにする、ね、ボイラー冷えているうちに急に燃やしたら温まっている部分とねこうまだ冷たい部分というところが分かれちゃいますね。なのでこ,うこっちはあったかいのにこっちは冷たいみたいなことが起こんないようにそう,いうそういう理由もあってボイラーの燃焼量を急激に増してはならないということになっています。 で高温腐食とかスルートファイアホーミングウォーターハンバーっていうのは急、えー、急にに燃燃焼量を増やしたから急に燃やししたたかかららというここでは起こりません、えー、じゃあ高温腐食って何なのスルートファイアって何なのともうこういったことは、えー、すぐ説明できる方はいいですけど説明できない方はねそれぞれの現象についても確認をしておいてください。はい、というわけでですね、えー、ボイラーの燃焼量を急激に増やしてはならない理由でした。